スターフォックスに実装されているスーパー FX チップワイルドトラックスやボルテックスに実装されているスーパー FX チップヨッシーアイランドの基板にあるスーパー FX チップスーパー FX チップはスーパーファミコンの一部のロムカセットに内蔵されているコプロセッサである。ニンテンドーの関連会社 AN ソフトウェアによって開発されスターフォックスや スーパーマリオヨッシーアイランドなどのカセットに搭載された。3次元描画方面強化回路と銘打っており、表向きには3次元コンピュータグラフィックス、ポリゴン技術の性能補強とされているが、実際にはスーパーファミコンが持つバックグラウンド画面の拡大縮小及び回転機能を駆使することによって、記事的に三次元空間を描画する処理を担当していた。 スーパーファミコンのバックグラウンド画面を適当なサイズに切り抜き、いわゆるポリゴンの面と見立てて扱うという方法で立体空間を描画する。例えば、スーパーファミコンの画面上で8面体を表示するためには8枚のバックグラウンドを組み合わせることによって疑似的にこれを再現する。スーパー FX チップはスーパーファミコンが本来持つ バックグラウンド描画枚数を大幅に増加させ、その演算補助を行う。ジャギーの問題を別とすれば、いわゆる透明色を用いることで、複雑な形状をした平面を作ることも可能である。ただし、あくまで二似的に三次元空間を描画する手法であったため、立体オブジェクト同士で描画の貫通が発生する、当たり判定ができないといった欠点を抱えていた。 スーパーファミコンをはじめとするゲーム機の多くにはスプライトやスクリーンという機能が存在する。これはごく簡単に例を挙げるならばセルアニメにおけるセル画と背景画のように絵を何枚か重ねて一つの画面を作り出す電子的なからくりと言える。スーパーファミコンには拡大縮小及び回転機能が存在するが既存のスクリーンの何枚かに対してこれらの機能を用いることで ファイナルファンタジーシリーズの飛行艇操縦時に見られるような擬似的に三次元的な演出が可能となる。しかし、この方法では地上や空といった凹凸のないものの描画に限られる。障害物や建造物など背景を描くことは困難であり、自動車や飛行機といったオブジェクトの回り込み的な回転は不可能である。クロノトリガーのミニゲーム。 ジェットバイクは360度回転可能のレースゲームであったが、これは16方向それぞれから見た絵を個別にスプライトとして持つことで、疑似的にこの問題を解決していた。そこでスクリーンそのものを適当なサイズに切り、いわゆるポリゴン面と見立てて扱うという方法が考え出された。しかし、スクリーン枚数をハードウェアの上限を超えて増やさねばならない上、 各スクリーンを制御する演算装置も別途必要となる。スーパー FX チップはこのスクリーン枚数の増加と外部演算装置に対応した回路である。番号を付さない、いわゆるスーパー FX チップと呼ばれる初期のバージョンは使用上 21MHz のクロック周波数の処理能力を有していたが内部的にはその半分である1 0 5ヘルツの性能しか 出せなかっあとのスーパー FX 具数 -2 では、設計修正が行われ、使用相当の性能を引き出すことが可能となった。スーパー FX チップはいずれのバージョンにおいても命令セット及び機能の互換性を有しているが、クロック周波数と出力ピンの割り当てが異なる。ポリゴンとは、多角形という意味である。ポリゴン描画とは、 立体的多面体を三角形単位に分解してデータとして持ちカメラと対象物の位置や角度を計算し前後関係や大きさ歪みの度合いを描画する仕組みを指す最近のハードウェアでは演算能力の向上などからほとんど見られなくなってきたがかつては長方形の平面に貼られたテクスチャが三角形単位で歪むという現象がしばしば起きていたこれは その長方形平面が歪んでいる三角形単位で一つのポリゴン面を構成していたからである。一方、スーパー FX チップによるスーパーファミコンの三次元描画では立体オブジェクトは三角形単位ではなく平面単位で構成される。ポリゴンによるモデルはデータ上は三角形単位になるが、スーパーファミコンとスーパー FX チップ上は 例えば八面体であれば八枚のスクリーンを組み合わせて扱われる。ジャギーの問題を別とすれば、いわゆる透明色を用いることで複雑な形状をした平面を作ることができる。このような仕組みのため、スーパーファミコンとスーパー FX チップによる三次元描画はポリゴンとは呼べないとする解釈もある。このような特殊な三次元描画により、スーパーファミコンは ハードウェア性能は初代のプレイステーションやセガサターンに劣りながらも疑似的にテクスチャマッピングを施した疑似的三次元グラフィックを実現できた。一般にポリゴン描画機能の場合三角形単位による画面上の座標位置を算出しそれぞれを頂点とする形状にマッピングされるようにテクスチャに対し回転や歪みの処理を行ってから貼り付ける。このため 三次元演算に加えて、テクスチャを処理し、表示するプロセスを要すため、ハードウェアへの負荷が大きい。一方、スーパー FX チップでは、最初からグラフィックスの描かれているスクリーンを操作しているだけである。テクスチャ処理を回避することで、見かけ上、ハードウェア性能以上の三次元描画を実現している。ポリゴンによる描画では、シェーディング、レンダリングの仕様にもよるが、 複数のオブジェクトが衝突し立体座標において重なった場合いわゆるポリゴンの食い合いが生じるこれはオブジェクトや背景同士が貫通し合うという現実にはありえない絵を生み出す原因になるがパーツを組み合わせて人体を作るといった関節ポリゴンによるオブジェクトを可能とするなどメリットも多いまたゲームでは多くの場合衝突判定によって 次の描画フレームではお互いのオブジェクトが反発し合って引き離されるためあまり問題にならない。しかしスーパー FX チップによる擬似的三次元描画ではスクリーンの拡大縮小や回転によってポリゴン面のようなものを作り出しているに過ぎず仮にオブジェクトが衝突してもそれぞれのスクリーンがカメラから遠い順に描かれていくだけであってそのスクリーンが 他のスクリーンと食い合ったり貫通したりということはありえない。これは Z バッファを持たないプレイステーションでも同様である。したがって食い合うような状況を避けねばならず衝突判定を大きく取る必要があった。他オブジェクトや壁などの障害物と大きく食い合う状況を作りかねない高速度のレースゲームなどには不向きであり開発されることもなかった。スターフォックスでは F0 に登場する架空の半重力発生装置である G ディフューザーシステムを使用しているという設定により地面との接触を回避する理由付けがゲーム要素として盛り込まれていた。スーパー FX チップによる擬似的三次元描画技術の開発と G ディフューザーシステムという設定のどちらが先にあったのかはともかくこの設定のゆえんによって 衝突が発生しづらい状況をシナリオの側面から人為的に作り出していた。この他、ポリゴンによる描画では、そのポリゴン面をリアルタイムに変形させて人体の関節やオブジェクト自体の滑らかな動きを作る変形ポリゴンという技術が存在する。スーパーファミコンでは、こうした表現は不可能ではないが、スクリーンの透明処理や分解をリアルタイムに行う必要があり、 処理能力的に困難であった。加えて、通常、三次元コンピュータグラフィックスには、ワイヤーフレーム、フラットシェーディング、グーローシェーディングなどがあるが、スーパーファミコンでは、ワイヤーフレームによるグラフィックと面を張ったグラフィックとは、根本的に別物である。また、いわゆるフラットシェーディングのような描画しかできず、グーローシェーディングという概念自体が存在しない。 1994年6月8日に、任天堂から発売されたワイルドトラックスは、スーパー FX チップの機能を最大限に引き出した作品として挙げられる。見た目は、フルポリゴンによるレースゲームであり、セガのバーチャレーシングを小規模にしたようなイメージである。マップ、すなわち地上が、すべて三次元描画となっており、道はもちろん、凹凸や、 立体交差も存在するため、使用されたスクリーンの枚数は極めて多い。絵の描かれた看板も登場し、スーパーファミコンの限界に挑んだ意欲作と言えた。このような表現が可能であったのも、スーパー FX チップによる描画が、ポリゴンではなく、疑似的三次元であったことによるものである。また、悔やい,いを起こさず、著しい衝突を避けるため、レースゲームとしては、 重い挙動の悪い車であり、スピード感は抑えられていたが、逆にゲーム性として盛り込む工夫が施されていた。ステージによっては水上にかかる橋があり、コースアウトすると落水する。しかし、水面に磁気を沈める表現は、ポリゴンの食い合いが描けないため不可能である。コースアウトした直後、視点に関かかわらず、時期を画面外に出し、水面だけを表示して、 フェードアウトさせるという演出で回避していた。スーパー FX チップの搭載されたロムカセットでは、プログラム本体が書き込まれたロムの他に、スーパー FX チップが組み込まれている。この、プログラム本体以外のアクセラレーターを積むという考え方は、スーパーファミコンと同様に、カートリジ式、ロムカセットを使用する、ファミリーコンピュータの頃から存在した。特に、 ファミコン時代中期以降には音源チップの搭載がよく行われた。ファミリーコンピュータ本体の同時発音数の上限は5声であり、音楽的に言えば、主旋律と伴奏とベースとリズムしか表現できないため、効果音を鳴らす場合は、いずれのチャンネルを効果音用に回さなければならない。ファミリーコンピュータには、カートリッジのピンの2つがアナログ音声出力及び入力用に、 割り当てられており、ロムカセット側に音源チップを搭載することで、チャンネル数を増やしたり、倍音成分を追加して、多彩な音色を作り出すことが可能であった。ファミコン時代後期にリリースされたソフトの中には、人間の声を喋らせたり、10チャンネルを超えるシンセサイザーを搭載したものも、登場した。スーパー FX チップ搭載ソフトは、バーチャルコンソール化されていなかったが、 ニンテンドークラシックミニスーパーファミコンにおいてハードウェアにはスーパー FX チップを搭載せずにソフトウェアで解決した上で数作品が収録されている。また、ニンテンドースイッチのニンテンドースイッチオンライン加入者向けに配信のスーパーファミコンニンテンドースイッチオンラインでも同様に数作品が収録されている。ありがとうございます。